お疲れ様です、ナミさん。今夜のコソコソ話ですけども、このキャンバね、キャンバ、こういったアプリがあるそうなんですよ。パソコンでも使えるし、スマホでも使えるみたいな。非常に便利だそうですよね、これね。私も存在は知ってるんですけども、使ったことがなくてね。まあ、ナミさんから送っていただいてる動画で、まあ、コツコツと勉強してるところでございますね。まあ、なんか私がね、あんまりね、パソコンのテクノロジー使ってないのは理由が2つあって、使わなくてもなんとかなってるっていうところと、まあ売り上げが上がれば、その優秀なツールを使ったりとかドメイン取ったりしなくてもいいかなと思うのと、あとはね、パソコンが苦手で専門知識がない人でも、まあ、ちゃんと売り上げがね、ボカーンと作っていけるってことの証明のためにも、まあ無料のツールとかお手軽なツールとかあれこれとこうね、アプリを使わなくてもなんかパソコンに基本備わってるペイントみたいなやつでやっていけるとかね、まあそんな風にね、なんかドブ板のようにやってますよね。まあでもその中で、まあ、私は半分これね、自分の苦手を正当化するために言ってるところもあるんですけども、まあその中でもナミさんはいろんなことに挑戦していて、すごいなと思うところですよね。まあこれからもね、私にはできないことをたくさんやってくださってますんで、動画を通じて学ばせていただきます。本当にありがとうございます。はい、今日ね、たまたまさっき、椎の木くんから動画を送られてきたんですけども、覚えてますかね？多分ナミさんのところにも、なんか行ったと思うんですよ。かつてね、何年か前おトイレ掃除に久保哲郎になり変わって行ってくれたと思うんですよ。まあ心強い弟子ですよ。今でも不器用ながら足場をしっかりと整えてくれてます。まあ彼を見るとね、私もなんかこう今の立場にあぐらをかいてちゃいけないなと、また初心に戻らないといけないなと思うことばかりです。まあこれからも動画の方また送っていただければ幸いでございます。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。